クリストファーストリート、シェリダンスクエア駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイマイナス7番街線の駅で、ある。マンハッタン区グリニッチビレッジのクリストファーストリートと7番街南の交差点に位置し、1系統が終日、2系統が深夜のみ停車する。駅名標西10丁目の九州刑務所を描いたアートワーク駅は1918年7月1日。 ブロードウェイマイナス7番外線が34丁目、ペンステーション駅からサウスフェリーループス駅及びウォールストリート駅まで延伸した際に開業した。相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅で、中央の急行線は深夜帯以外に2系統が及び、3系統が通過している。駅には1994年にリーブロスグルト、 パプリックスクール41の学生たちが制作したグレニッチビレッジニューリールズが飾られている。これは南北ホームに飾られたグレニッチビレッジの歴史を描いた12の絵画から構成されており、絵画ごとにボミアンズやレブルズ、ファウンダーズやプロバイダーズといった題名が付けられている。1八十一年、または地下鉄内で最も老朽化した十九駅の中に当駅を 上げてていいいるる札はは中央にあり現在開放されているホーム間連絡通路はない南北改札口に回転式改札機と切符売り場があり、北港改札口からは、クリストファーストリートと7番街南の交差点南東、シェリダンスクエアへ階段が一つ、南高改札口からは、同交差点北西、南西に、それぞれ二つずつ階段が接続している。 南広報部への階段1988年公開の映画再開の街ブライトライツビッグシティではマイケル・ J ・フォックスが自身の兄弟から逃げている途中に当駅で電車に飛び乗っている。テレビドラマフレンズのシーズンエピソード5では撮影が駅の改装工事中に行われたため駅が閉鎖されているように描かれている。1997年に リリースされたデビッド・ボーイの19枚目のスタジオアルバムであるアースリングに収録されている I'm Afraid of America では映像に当駅が映っているシーンがある。1999年のコメディ映画ビッグダディではアダム・サンドラーとその息子、友人が当駅の外にいるシーンがある。2003年にリリースされたスティー・リー・ダンの9枚目のアルバム エブリシングマスト校に収録されている楽曲、ピクセリーンは地下鉄の駅を暗示している。ありがとうございます。